どうもプロボーラーの笹田です。先ほどですね、今月発売の注目のボール、シフトロックが、届きましたので、早速ドリルしてみました。このシフトロックはですね、あの迷宮、タイムロックと全く同じスペックですね。ですので非常に、楽しみにしておりました。タイムロックはですね、私の知り合いのプロボーラーはもう1球投げただけでね、このボールはいいということで、もう2個目の、購入を、したそうですね。本当にね、いいボールでした。はい、ちなみにですね、レイアウトは、こんな感じにしていました。ほぼというかもう至ってシンプルですね。12時のレイアウトでございます。はい、それでは投げたいと思いますので、ぜひご参考にしてください。はい、シフトロック、投げてみました。思ったよりね、がっつり動くボールではありませんでしたね。アーク上に非常に安定感のある動きを、してくれるボールでした。手前の、スキットも、程よい感じでしたし、先では、角が出るカツンと動くような感じではなくて、アーク上に、動くような感じでしたので、非常に扱いやすく、これからの、ね、トーナメント、メインボールになってくれるんではないかなというふうな感じが、しました。それではね、次はもう早速、1ゲーム、点数をつけて、投げてみたいなと、思います。はい、ちょっとドキドキですけどもね、やってみたいと思います。それではご覧ください。
チで出るのか出るのか。マジっすか。これまだ初投げですよ、開けて1ゲーム目ですよ。マジっすか。いきなり出てしまいました300点。これすごいボールですね。はい、1ゲーム目に300点出した僕は初めてです。はい、ぜひ買ってください。このボールむっちゃいいです。ピンアクションも素晴らしい、動きも素晴らしい、何より300点出ます。はい、皆さんぜひお買い求めてください。やったぜ。